やっぱ教会はやっぱあれですかね、石ですかね。教会の裏にやっぱこう墓石を置く、戦死した恐竜の、庭みたいな どこに作りましょうかね。やっぱ海が見える方がいい。あ、いいですね。そうだね。海見える方がいいか。エイさんとこ壊したら怒られるかな。いや、逆に上になんか作ったらどうですか？ビートさんのところの上っていうのここ？は。高すぎんだよね。無はい。ああ、駄に。確かに。そう。もうちょい低くしてもいいかなって思うんだけど。そうです。改築する？これ。改築してこの上に建てる？改築しましょう。こんな高くなくていいよね。それはちょっと、せいぜい一段ぐらいでいいそうと思そういそう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 。改築しちゃう？これ。ます。でもいいと思います。で、ここに建てる？教会。はい。なんか、別にやってもいいよみたいなこと言ってましたもんね。やっちゃったってよか。やっちゃったって めっちゃ軽く言ってるけど。ただ取り探してんの？160何レベルの。いや、違います。今、いろいろ塗ってます。ああ、鳥？はい。そっか。そうだね。それ連れて、それも3列させないと。やべ、喪服ねえな。喪服も作んねえと。喪服作んないと。おはようございます。おい。お。おほほ。おほほほ。できるっちゃできるけど、先生。彼がやる気なればね、やる気なのであればね。 PC どうなりましたか？まあお前の声がどうなったっていうのもあるけどさ。あ、すいません。いつ言おうかなと思って。 もう、やだ。絶対変えよう。ボタン1個で変わるのダメだ。ダメダメ。削除だよ、こんなの。こんなのダメだよ。削除で削除。なんだっけ。何しようかな。今日ちょっと急遽さ、はあれなんだよ、ダグさんの鳥が死んじゃってさ、マイガッ教会作りだよ。なんで死んじゃったんですか？いや、洞窟探検してたら、はあれ、鳥がいねえっつって、外に鳥2匹置いてたのに。お亡くなりになっそうですたわ。か。そう。残念ながら。帰どうらすない。る？帰らない。帰らない人に。なってしまった。帰らぬ鳥に。なんていうものかな。だから教会作ってちゃんと弔ってやろうって。うん、そしたら、61レベルの鳥に殺されてんの。どこにいるんだろうね。結構周り探したんですけど、いなかったんですよね。恨みも晴らすことができず。コナミ人にしようと思ったん だからさ、粉の先言ってるから。コナミ人ってなんだよ。粉をみじんにすんだぜ。意味わかんねサビ人とかだったらあれですか？コナミ人。え。コナミ人って。粉のさらに先だぜ。見たことねどうなんえ。ですあ、か間違えね、た。何ミクロンとかそんなレベルなんですか？もう多分目に見えないよね。100%。ぐらい恨みが深いっていうこと。にも残さないみぐ
なんか暗い。え？霧か。霧かなのか。霧だな。霧が濃いです。濃い霧。今キリースーツ着てるからですかね。余計ですか。キリースーツ。はい。なるほど。もう相当ショック不健だろうな。タワゴト言い出したわ。キリースーツ。鳥を失った悲しみが。深い。深い。深すぎた。うん、なんか門みたいなのが、そうかっこよくない？いいですね。そうピラー使ったらこういう感じになるんだ。これなるほどなるほど。これ四隅にこうつけてもかっこいいかもね、門と。はいはいはい、四隅もそんな感じにしてみる。あー、いいかも。してみる。いいと思います。でも先に壁を張るとダメなんですよね。張っちまったぜ。なるほど。張っちまったぜベイビー。おお。え、でもこう天井、ここ真ん中の天井が張れない。天井、うん、柱がないってことですか？いやでもほら床あるしさ。あー、セリングあるし、かなりいい感じだね。これ向こうがこう上に出すから、こう1マス分。あー、やちゃんとした屋根みたいに。そう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 、あの何、教会の先っぽってちょっと出てるじゃない、鐘があるとこ。はい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 、そういう感じでこう前出すためにこうピラーを。なるほど、いいですね。あとここを真ん中赤に塗ればなんかちょっとあれじゃない、花道っぽくなるんじゃない。ああ、レッドカーペットっぽい。うん、このピラーがちょっと気になるけどね。ああ、まあ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 。でここにあのベンチ、ベンチをこう両サイドに置いて並べてって、そう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 。でここあのフェンスみたいなのを置けばほら結構雰囲気出んじゃん。でここになんだ、はいはい、神父が立つとこ。なるほど。もう一マスぐらい行った方がいいか。だからここにゴリラ立てときたいな。ちょっとパイセンゴリラ手虫来てよ。え、ゴリラっすか。うん、もう一桁台でいいからさ。すぐある、すぐある。ケツ持ってっていいから。いきなりの苦行。これせっかくの水辺がでも見えねえんだな。こんだけ閉鎖的になってっと。そうか、椅子置いたとこをちょっとドアの上、ドアフレームとかに変えてもいいかもね。あ、窓でもいいのか。窓でもいいのか。アルマジロに喧嘩っちった。だから椅子ベンチを6個作って窓に変えてもいいのか。ダクさん、天井上、はいはい、ピラー突き抜けてます？あ、下下下下下、中から見てここに1個置いたんですけど。あ、結構結構突き抜けてますね。結構突き抜けてる？はい。マジか。思った以上に突き抜けてる。嘘。はい。本当だ。ゴリラいなくないですか？諦めるな。お前がゴリラを諦めた時点で、この世のゴリラは滅びる。マップの下まで来ちゃった。諦めるな。ゴリラに希望を持つんだ。おねんだよゴリラ。いきなりの苦行。
いや、パズ鳥乗ってきない鳥。もうめっちゃ下にいますよ、僕。嘘。なんかスルーされた。骨折れた状態で放置プレイなんですけど、俺。あ、そうか。むしろ、あれか。この上にトロフィー置けば、こう光ってんのか、なんか。あ、あの中。ああ。したら幻想的な感じになるかな。なるかも。ね。縦50の横35に来れますか。ん？これ地図の自分のやつ、このなんか、なんか、なんていうんですか、このなんか変な木みたいなやつですよね。そう、なんかポチってなんか そこに あんの。僕がいます。もう出れません、これは。オッケー。宇宙先か。左です。左下。はい。いや行き過ぎてます、行き過ぎてます。あー、そこあー、いた出た。取れてないです。これ取れないんじゃないですか。ちょ待って、どこ行った。あ、いた。あ、取れた。あ、ありがとや、プロ。え、骨折れてんだ。どうしたらいいの。下入れ、連れて帰る一回。あ、行く。 OK です。あー、紅葉みたいな見た目のやつが死ぬところだった。まさに肥料となるところだったな。不要度口で、不要度、土に帰るところだったな。あとは帰れんな。あー、死ぬケタ帰ってきたろ。あー、帰れたな。なんていい目だねなんだ。よかったな。最高だ。なんかめっちゃ笑い声が聞こえてきて。最高だね。いや、今日パパ連れて帰ってきてやったの。真相だったから。まあ結局屍で帰ったけどな。なりました。しまった。降りてこっちに降りてえな。やべ、いつかないんだな。まあいっか、あたり呼ぼう。おお、ほら、なんか神秘的感じになりました。うん、どうでしょう。あ、これ表面しか塗れないの、これ。いや、多分塗れると思うんですけど。あれ、上から塗れねえ。あ、塗れる。あ、違う、セーリングの。それかもう、あれする？ここに墓標立てて、あれする？はぁ、します。ビーバーが出れん。ダグホースの墓にしよう。そうです、そこは。墓石持っていくわ。で、その横にゴリラ飾ろう。ゴリラ飾る意味あるんですか。横にほら、神父的にさ、やっぱ祈りを捧げる役として、やっぱあれじゃ、ラピュタもほら巨神兵がいるような感じで。そうですね。うん、そうしよう。いや、これはダグサイに置いてもらおう。てか、ビーバー、これビーバーや、ビーバー。ビーバーどうすんの、これ。やばい。ビーバーやばいよ。壁、潰すしかないですか。壁潰すしかないけど、これ大丈夫かな。上まで崩れないかってことですか。そう。ま、
崩れた時か。そこ壊すわ、真ん中。はい。1マスで出れるよね。多分出れると思う。ちょっとそこに置かれると、この壁だってのかな。頼む。おお、いけた。よかった。いける？乗りながらはちょっと無理ですけど、多分。フォローイングで？フォローイングで多分いけるんじゃないですか。あ、こっちか。User joined your channel。うわ、出ねえか。え、来ない？なんか違うとこ行ってる。入らねえ。あ、入った。こんばんは。方でーす。誰だ？あれ？すごい、なんかトークと交戦してるみたいな感じですね。交戦してるか。あー、もう。治った？パソコン。やっと治りましたよ。本当？全然違う？固まることはなくなりました。お、いいね。もう届いたんですよ。ダグさん、これ取って。え？これ。あ、違うわ。ちょっと待ってね。これ取って。それ設置してくださいよ。ここにドーンと。ここら辺でいいですか？はい。この辺で。はい。待ってください。今入ってます。できたよ、ダグさん。ダグ、ホークス。あ、今、墓標を刻むんで。ダグホークスの墓ができましたよ。ここで安らかに、ね、眠ってもらおう。パセゴリラ。いろいろあったんだよ、天川さんがいない間に。俺たちには。そうなんですよ。何が起こる？いろんなものと戦ってね。世界を何回救ってきたと思ってるんですか、俺らが。ほんと。アークなんかちょっと前まで超平和だよとかって言ってたよ。なんか動画のなんか一覧見てたらなんかやり直しまくってるとこみたいな、めっちゃ壊されてんだなって思いながら。ああ、そう。墓標に名を刻むんだ。でもケンシロウはね言ってたよ、俺の墓標に名はいらぬって。死すならば荒野の果てでって。超かっこいいよね。ダグホークス2015から2016 3月21日、2015から 16? 2016じゃね。あの子もあったの。いやなんですけど、いやなんかレベル書いといた方がいいで、レベル何年って、レベル書いといた、レベル超早いよ。レベル書いとけば、レベルレベルから何レベルまで。あの子並べれば 200? 207レベル、207レベルにしといたら3月12日、エイミン。いいね。いいじゃん。この、松明もいいな、また。よいしょ。あ、ここにちっちゃいストレージ置いて、あのさ、あれあんじゃん、あのほら、鳥のさ、鳥倒すと出てくるあの足あんじゃん。はい。あれ入れとけば。ストレージ作って。鳥の足は結構あるある、あるある、うん、あるある。これ看板もつくとか、看板も立つとか、これちょっと木あるかな。この入り口のこの看板なんで書きます？いや、もうダグさんの思いのままに書いてやってくださいよ。そいつのための建物なんで。そうですね、もう赤色に塗ってくれてもいいですし。ダグリーランド。あとはゴリラがいるんだが、パイセンが完全にゴリラやる気ないから、あいつやる気ないと。くそが、あ、この耳障りな感覚。何言ってんだこの人。この人仮にも年上ぞ。あ、なんだって、なんだって。あんなもん年功序列、耳障りだと言っといて。うち年功序列。いいねということは、俺も少なくとも刺身さんとダグさんには絶対頭上がんねえわけですね。あとエツさんね。あ、
やべ、シャッターさんが一番やだことになる。まずまず。私が王だ。周りに俺、シャソバ君にめっちゃいじられてんだけどね。どうや、これ。いけた？出ました。よし、パイセン見に行くぞ。パイセン。ダグホークスの墓を行く、墓に行くぞ。墓じゃねえだろ、これ。教会だよ、教会。すげえ。もうまず看板、パイセン。入り口は看板からだよ、まず。フォーエバーダグ。永遠、永遠、ダグよ、永遠に。ダグよ、永遠に。うおー、すげえ。やべ、入ってるよ、足が。足が入ってる。いいじゃん。ほら、パイセン、ここにやっぱゴリラいるんじゃねえか、ここにゴリラ。なあ。パイセン、パイセン立っとくか？俺が立っ、パイセン立っとくか？ずっと。いいね、いいね。いいね。俺のレックス、俺の瞬殺で死んでたレックスも。俺が、俺の瞬殺で死んでいったレックスは、こ隣に立てようかな、これ。レックス、サシミックス。瞬殺で死んだから、オムでもなんもないんだよね。レックスのあの腕を入れときますか。確かに。いいね。こは、お花とかね、置けたらいいのにね。そうですよね。うん。花瓶的なのでもいいから。そう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 。来たらいいんだけど、置けないんだよね。いいじゃん。ちょっとここ全部スロープつけたいわ、ここ。そうっすね。うん。上もいい感じなんだよ、このアーティファクト。はい。超かっこいいよ。しかも羽っていうところがちょっと取りに違う。ああ、いい、そうだ、確かに。確かに。確かにそうだわ。ゴリラ、ゴリラ。パイセン一緒に行くか、ゴリラ探し。太鼓叩けんぞ。俺がゴリラだ。お、どこ行った？テーブルしないと。俺はゴリラだ。足の速さナンバーワン。どこ行ったのパイセン？行きますよ。え？はい、一緒にいますよ。ほんとだ。パイセン乗れよ。あー、落ちちゃったー。え、後ろで叩くんですか？オッケー、奏でてくれよ。それでゴリラをおびき寄せようぜ。なんだこれ。え、なんかカンガルーがな、床に埋まってる。床に埋まってる。床に埋まってる。もう何言ってるか全然聞こえない。若干ちょっと合ってるのが腹立つな。若干それっぽいのが腹立つな。これができるなと思って、2個叩けるんだったら。もっと叩けるよ。もっと叩けんすかこれ。数字機だ、数字機。1からどんどんやってみ。ほんとだ、叩けるよ。ちゃんとリズム刻んでんじゃねえよ。難しいぞこれ。掴んだ、オッケー。ゴリラ掴んだよ。ゴリラ掴んだ時のリズムでお願いします。今なってる。パイセンが作ってくれるはずだ。ゴリラ、ゴリラ捕獲のリズム。ロッキー歌いますよ、それ持ってくれ。
そこはあれだろお前、そこはゴリゴリゴリラのゴリゴリだろお前。なるほど。頭を使って頭を光の速さでぶったえていく。ラグった。当たらんわそんな。あ。なんだとこの野郎。なんか俺ちょっとチャラい感じになってますよね、この黄色だから。うん、ロクラも持ってるよな。うん、危ねえ、ゴリラがここまで来てた。危ねえ。ちょっと焦った。ちょっと焦りましたよな。やべ、このゴリラ女の子だったな。あ、だから女同士の戦いが始まります。俺の取り合い大丈夫、この子はもうダグサの方だから。いいしてください。この子ダグサのあれだから。いや、いいですよ。え、なんで対戦にしてくださいよ、そこは。何言ってんですか。それ譲り合いじゃなくて、どっちかって押し付け合いに聞こえる。いや、いいですよ。石の壁。ふどうしますか。なんもないわ。先生よく歌うよね。ありがとうございます。褒めてなくない。あれ違うんですかね。褒めてなかった。健やかなる時もやめる時も違うんですよね。持ってぼっちですよね。じゃあいいね、いいね、いいじゃない。3列できるんだね、ちゃんとこうやって。惜しい人をなくしたわって。完璧。こっちら辺の方がいいな。こう座ればいけるか。おお、いいね。絵になる。おお、いいっすね。いいでしょう。ちゃんと祈り捧げないと。ほら、長さんも祈り捧げてるわ。朝ここで毎日1時間こうやって祈り捧げてるから。